What'd you think? We didn't expect it, you know, we're... 皆さんこんにちは、ダンクマヨシです。はい、というわけで今回もレイカーズの試合にフォーカスをして見ていきたいと思ってるんですけど、まずはこの試合でダンクマンが一番盛り上がったシーンから一緒に見ていきたいと思ってまして、やばい、このリアクションは、いやもう本当に良かったですね。というわけでゆっくり振り返っていきたいんですけど、もうこういった時こそね、このダンクマン吉の出番だということで、このダンクなんですが、ジャクソン・ヘイズがこのように左足で踏み切ってから、この股をね、左側から右へと通して右手でフィニッシュ。これを通常ね、イーストベイと言います。そしてまあこれはダンクコンテストなんかでね、まあビンス・カーターもやっていたりと、そういった時はね、そのしっかりとその準備をした上でプレッシャーもないから、まあ結構そういったシーンでね、トライされがちなダンクなんですけど、試合中にね、なかなか見ませんよね。そして最近だったらあの、帯トッピンなんかがね、やっていた記憶もあるんですけど、まあ、このジャクソン・ヘイズもね、その、なかなかサイズは大きいということで、まあ、彼にとってはね、決してそんなに難しいダンクではね、ないとは思いますよ。でもそれを試合中にやるという勇気ね、そこもまず評価できますし、何よりもすごく綺麗に決まったというところ。そのもう美しさというところではね、もうほぼほぼ満点だと思いますし、高さも十分に出てる。そしてあとはレブロンや八村なんかも言っていましたが、彼は結構そのワームアップや練習でこのイーストベイのダンクを練習していると。だから余計にね、そんなに彼にとっては難しいダンクではなかったとは思うんですけど、それでもね、本当にすごいですし、ダンクマンヨシとしてはね、この試合の中で一番盛り上がりました。というわけでもっともっとさらに深掘っていきたいと思うんですけど、先ほども言った通り、右左の踏み込みで離陸して、この瞬間も左手でボールを持ってますね。で、離陸してこのタイミングではまだ左手でも、この辺でもボールをトランスファーし始めていて、ここでちょうど股を抜いてますね。でもこの時点では高さはそのおそらくネットぐらいですかね、そこにもう頭が来てて、でもそこからもちろんまだまだもう少し上昇して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 、このぐらいまでね、頭が上がってますね。だからもうこの時点では、そのウィンドミルのその直前ぐらいの状態で、もう最高地点ぐらいまで行ってるんですけど、でまあそこからまあその落ち始めるぐらいのタイミングで一気にぶちかますと。こんな感じ。なんか、ここからこんな感じ。いや、これね、でも本当に先ほども言った通り、この試合中にやる勇気っていうのがね、本当にすごいと思ってて、っていうのはこれの技術がね、結構いるんですよ。そう、っていうのはこのダンクマンヨシもダンクが大好きだということで、その低いリングでね、そのイーストベイをトライしたり、練習していたことはもう何回もありますし、現に最近もね、練習していたことはあるんですけど、たとえそのリングが低くて普通にダンクができるっていう高さでも、その空中で股を通す技術っていうのがね、結構難しいんですよね。だからもしも家にね、バスケットボールがある人は、もうその場でいいですから、その空中でジャンプして、股を通すっていうのをね、トライしてみたらすごくわかると思うんですけど、それだけでもね、めちゃめちゃ難しい動作なんですよね。でもこのジャクソン・ヘイズに関しては、確かにその身長は高くて、サイズもあって、リーチもあるんですけど、それでも関わらず、しっかりとこの空中で、ボールをトランスファーして、股を通して、綺麗に、しかもその結構余裕を持った状態で決めることができたということで。いや、これはね、個人的にはイーストベイとしては満点でしたね。で、まあこの時のスコッティ・バーンズのリアクションなんかもね、切り抜かれていましたが、まあそのレイカーズのリアクションもね、良かったですよね。まあ、レイカーズのリアクションというか、そもそもこのね、ジャクソン・ヘイズ自体が結構その叫んだりね、するシーンも結構目立ってて、自分もこのダンクを決めた後は、そのエキサイトして叫んでるかなとか思いながら見ていたんですけど、結構この時彼ね、平然としてますよね。いやいや、こんなのどうってことないよみたいな。俺いつもやってるしみたいな。でもベンチはそういうわけにもいかず、みんな立ち上がってね、はい、スペンサー・ディニーディーから。あとは、ジャレット・バンダービルト。
レブロン・ジェームスね、みんなこのもうエキサイトしてるのがわかるし、このジャイルもね叫んでいて、そしてこのココスとばかりにねデアンジェル・ラッセルもはしゃぎまくっていて、で八村塁もね、こういう時のこのベンチのリアクションもねいいですよね。この和気あいあいしていて、こういった時特有の楽しみ方というか、もう本当に八村塁もね笑顔が溢れていて最高ですね。というわけでもう一つ話題となっていたシーンを見ていきたいんですけど、痛いし危ないし、これはねバスケやってる人っていうか、そのダンクを練習してる人にとってもその悪夢というか、いやこれねリングジャンプしてる人とかだったらねすごくわかると思うんですけど、そのリングをその掴んでてそのバランス崩しちゃうと、その走ってきた助走のその力がね進行方向に向かっているから、ちょっとバランスを崩しちゃうとあんな風にその体だけ前に行っちゃって頭の方からね変に落ちちゃうっていうこともねたまにねあるんですよね。そしてそれがまさしく今回このジャクソン・ヘイズにね発生しちゃったんですけど、まあこのトリアン・プリンスが普通にレイアップ行って、まあね本人はね至って本気だったんでしょうけど、普通にもうナイスアシストみたいになっちゃって、ジャクソン・ヘイズがねここでいい具合にキャッチをして、あでもギリギリでしたねここで。でまあ後ろからね押されてる感じもあったんでしょうね、こうやってねまあ右半身ぐらいをちょっと押されてる感じで、でまあこれ普通にエンドワンでしたけど、危ない危ない、こんな感じで痛い痛い、ほらもうこのスローモーションでもね衝撃の強さが伝わってきますよね。で何を隠そう、自分もこの腕を折った時はもうこんなか本当にもうまさしくこんな感じで、この空中でも高く飛んでいてバランスを崩して押されてこんな感じで手から落ちちゃって腕が折れちゃったんですけど、たとえこのコートがねコンクリートほどは硬くなくとも本当に危ないんですよね。だからもう本当にジャクソン・ヘイズに関してはね今回何事もなかったということで本当にね良かったですよね。というわけでそのまま今回のスタッツも振り返っていきたいんですけど、まず試合自体はラプターズを相手に128対111で勝利。いやもう特にスタメンのプレータイムを見てもわかる通り、このアンソニー・デイビスとレブロン・ジェームスのね出場時間を抑えることができただけでもね本当に良かったですよね。そして八村塁としてはプレータイムは26分のシュートは3ポイント2本を含む9本中6本成功の14得点4リバウンド4アシスト1スティール、プラスマイナスに関してはプラス6。いやもう相変わらずねシュートはそんなにスタメンの中では打ってる方ではないんですけど、素晴らしいその成功率でっていうのはフィールドゴールとしては9本中6本成功で、そして3ポイントに関してもその成功率は 50%。 そしてそんな状況でしかもプレータイムも少なかった中14得点を決めたということで、もうここに関してはね文句なしですね。そして前回ね3が当たりまくっていたレブロン・ジェームスは12本中10本のシュート成功で23得点4リバウンド9アシスト。いやもうここも高い成功率で、そしてアンソニー・デイビスに関しては21得点12リバウンドのダブルダブルで、あとは1アシスト、ターンオーバーは5本と。でも今回個人的に一番良かったのはディアンジェル・ラッセルで、彼は今回7本の3ポイントを含むチームハイとなった25得点7アシスト2リバウンド。ゲームハイではないのかな、いやゲームハイはこの RJ バレットの28点だから、まあ惜しくもゲームハイではなかったんですけど、でもあの3ポイントがね本当にいい感じでしたね。そしてオースティン・リーブスが7得点6アシスト4リバウンド3ブロック。そして前回はたったの2得点だったレイカーズのベンチなんですが、今回はプリンスがね3ポイント2本を含む8得点で、あとはジャクソン・ヘイズもね7得点、そしてマックス・クリスティも12得点。このマックス・クリスティにもね素晴らしいダンクがありましたよね。あそしてスペンサー・ディミディもねプラス20となっていますが、プレータイムが25分で得点は9点、そして3ブロック1スティール1アシスト1リバウンドと、いつも通りリバウンドを頑張っていた印象ですね。
というわけでラプターズサイドを見ていきたいんですけど、先ほども言った通りこのね RJ バレットがゲームハイとなったスリーポイント2本を含む28得点6アシスト6リバウンド、いやースコッティ・バーンズがいない中ね、間違いなく彼がチームを引っ張っていましたし、あとは彼と一緒にこのラプターズに来ていたイマニュエル・クイックリー、彼に関してはスリーポイント3本を含む20得点6アシスト3リバウンド1スティール、そしてオリニクとルーキーのディックがね、彼結構決めていた印象ですけど、それぞれ14得点、そしてチームスタッツに関してはレイカーズの3ポイントの成功率がね約 44% と非常に良かった印象で、でも今回レイカーズのフリースローはたったの12本だったんですね。しかもその成功率もたったの 50%、 でもリバウンドはレイカーズの方が取っていて、アシストもレイカーズの方が上、そしてターンオーバーは一緒ぐらいで、そしてでペイント内の得点に関してもほとんど一緒、ファールの数もほとんど同じでしたね。というわけで最後に順位を確認しておきたいんですが、レイカーズはこれで43勝33敗となって、でこれで貯金が今シーズン初めてでね2桁の10個になりましたね。でも順位としては相変わらず9位で、そして上との差は相変わらず 1.5 ゲーム差、そして今回はウォリアーズも勝ったからここのゲーム差も変わらずということで、でもロケッツが負けちゃったからここのゲーム差が3に広がりましたね。はい、というわけで今回もレイカーズにフォーカスをして見ていったんですけど、皆さんはこの話を聞いてみてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。そしてこの動画を楽しんでもらえたら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ってな感じで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。